5分だけそこに集中させていくんですねその言葉を自分に送ってあげるんですはい素敵なあなたへ現実シフト専門家の篠崎みどりです今日はですねマレーシアにお仕事に来ておりまして今滞在しているのはヒルトン・ダタリンジャヤというところに滞在しております えとマレーシアはですね結構そのいいホテルもですね、あのー、安く、えー、宿泊できたりするのですごくおすすめです日本だと結構ね通常の宿泊費ビジネスホテルとか泊まるよりも全然高いホテルもですね結構ビジネスホテルに泊まる感覚の金額で、えー、いいホテルとかに泊まれたりもするのですごくおすすめです1万円ちょっとぐらいの価格で、えー、結構いいホテルに泊まれたりもするので、えー、すごくおすすめです えー、ここも、えー、ヒルトンに、えー、泊まってますがすごく素敵な学施設で気に入ってますはい、ではですね今日のテーマなんですけども今日のテーマは感情に左右されがちな女性必見ですこれ免疫力も高くなるということで朝起きてからたったの5分たったの5分やっていただくだけでネガティブな感情をこう解消していってで運気を上げていこうという、えー、テーマのテーマ えー、3つでお話ししていきますこれをですね最後までご覧になるとすごく運気上昇の体質になりますので絶対お見逃しなく毎日取り入れてみてほしいなと思いますはいじゃあどんな方法でクリーニング浄化して感情を浄化してエネルギーを浄化して運気をあの上げていくのかというところなんですけれどもこれはですね、えー、聞いたことあるかもしれないんですけどもハワイの、えー、ヒューレン博士という博士ですね。 ハワイのイハレ・アカラ・ヒューレン博士という博士がですね提唱している「ホ・オポノ・ポノ」という、あのー、手法なんですけれどメソッドみたいな感じなんですけども結構ですねこの、えー「ホ・オポノ・ポノ」を知ってる方っていっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね結構有名になったんですよね一時期ねで、えー、この、えー、ヒューレン博士の「ホ・オポノ・ポノ」で使われている4つのキーワードがあるんです言葉ありがとう ごめんなさい。許してください。愛しています。 これ順番があるのかどうかは分からないんですけども私はですねこの4つそれぞれですねすごくエネルギーを浄化させてくれる言葉になってるなと思ってその「おぽのぽの」を知らない方もですね是非、えー、この言葉を使いながらですねご自身のですね溜まっている感情だったりあとは何だろうなこう,う,うつうつとしていたエネルギー、えー、ちょっと加工気味少、えー、し沈んでいるエネルギー状態をクリーニングしてくれ クリアにして浄化してで上げていくという、えー、ことが可能になりますのでぜひ、えー、使ってみてください。えー、で私自身がですね実践しているのは、えー、朝がやっぱりいいんですよね。朝この浄化した状態で1日を始めていく5分だけそこに集中させていくんですね。で、えー、朝5分何をやるかというと人によってはですね入りやすい場合は瞑想をするといいかもしれないですね。目をを閉じて、えー、ゆっくり心を静かにさせた状態で でえー、ありがとう。別に敬語になってもいいですよ。ありがとうございますでもいいです。どっちでも自分のしっくりくる方でいいですね。ありがとう。ごめんなさい。許してください。愛してます。これは誰に言ってるのかというと自分自身に向けて言ってるんですよ。そう これ自分自分身に向けてて言ってるんですで、す。よくね、この4つの言葉を言うときに、この許、えー「許してください」がちょっと意味がわからないと、「許してください」を言うときに、なんかすごく気,気分が悪くなる、もしくは嫌な感じになるという方も結構聞くんですね。で、これ何でかっていうと、自分の中でたくさん罰をつけてる部分があるんです。許せてない部分があるんですね。で、自分自身を否定してしまってる部分。で、やっぱり、 この部分がすごく多いんですよ。みんな自分のことを、うに否定してしまってるんです。自分で気づかないところで、自分で自分のことを馬鹿にしてるし、否定してるんですよね。で何が許せてないのか、何を馬鹿にして否定しているのかというと。自分の醜い心だったりとか、自分が他人に対する何かこう負の感情、えー。だったりとか、あとはその自分の、例えば両親との関係だったりとか、何かその関係において。 自分自身を見たくない一面というのがあったりするんですね。で、多くの場合この自分自身を許せてないんですよ。そう。で、この許してくださいというのは自分自身にその例えば性格の悪い自分だったり、えー、できない自分だったり、過去誰かを傷つけてしまったり、そういうなんか自分の中で許せない。 感情だったり、許せない立ち振る舞いだったり、えー、なんかしでかしてきたことだったり怒られてきたことだったり否定されてきたことだったりそのそちら側の自分の立場に立ってそして許しててくださいっ自自分自身言うんです。そんな私も許してくださいそんな存在も認めてください授業をしてくださいっていう意味で許してくださいって言ってるんです。 で、そうすると、えー、自分の中の自分とこれ、対話してるんですよね。で、ヒューレン博士も言ってます。すべて問題や、すべてのことは自分の中で起こってると。で、ヒューレン博士は、あの多分おそらくですね、自分自身の中にあるその対立だったり、分離を統合させていくために、この言葉を、えー、ツールとして使ったんじゃないかなと思うんですよね。そうで、その、許してくださいっていうのは、誰か他人に対してとか、親に対してとか、えー、自分以外の人に対して許してくださいって言う 言ってるんんじゃないんですよこれは自分自身に言ってるので毎朝毎朝ですねどんな自分であっても今日一日できない自分、えー、成果が出せない自分、えー、頭が全然回転できないあの頭が良くないっていう自分で自分のことを思ってたりすると、えー、そういう自分どんなできないくて惨めでバカで、えー、醜くて意地悪で最悪な自分に対しても許してくださいって自分が自分に言うんです。でそんんなな自分も認めてていきましょうっていうっ話なんですね これを5分間ずっと静かに自分にね自分自身が自分に淡々と言ってあげるんですその言葉を自分に送ってあげるんですそしてその自分の今度は送られた側の自分も自分でちゃんと感じるんですけどそうなった時に自分の中ですごく満たされたエネルギーだったり例えば自分自身が「じゃあ許してあげるよ」って言ってあげる側の立場の自分だったり「いいよ」って言ってあげる側の立場の自分だったり「いいよ」 そんな自分もいていいよって許してあげる自分だったり例えば、えー、愛していますって自分自身に言われたそれを受け取る側の自分ですねああ私は愛されてるんだ私は私から愛されてるんだとかあとごめんなさいって言われて自分自身ですよ自分自身にごめんなさいって言われてるわけですねそしたら自分自身がいいよって許してあげるでそんな「えー、っとうんありがとう」 ごめんなさい許してください愛してますもうそうですよね、えー、全てにおいて、えー、自分が送る側の言葉を送る側の自分と受け取る側の自分ふた一人二役をやるんですねでそれを5分間ずっとあの感じてみてく,れください、えー、送る側の自分と送られた側の自分言葉をですね言葉を送る側の自分と送られた側の自分をじーっとこう5分間、えー、すごく心をそこに集中させて 満たしてあげるんですねそうすると不思議な調和が起こり始めます自分の中のエネルギーがいろんな部分で調和されて統合されていくんですね。でこれがすごく自分自身に癒しを与えるんですよ、えー。セルフヒーリングっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど自分の中ですっごい癒しが起こるんですね。そうすするとエネルギーがすごく 浄化されたエネルギーが高まっていって、まあ、波動が高くなるという表現が一番分かりやすいかもしれないですけどそういう状態で一日を始めるのですごく穏やかで爽やかで最高のワクワクの嬉しい。 気分で、過ごすことがででできるんですでこれを最初始めて1日2日3日、例えば1週間、なかなか変化が現れない場合もあります。でも、これをちょっと毎日続けてみてほしいんですね。えー、朝できなければお昼でも夜でもいいです。気づいたらやったら大丈夫です。で、一番おすすめなのは朝ですね、5分間でもいいので。で、別に5分に限らずとも30分でも1時間でもえ自分がそれをやって心地いいのであればそれをやるといいです。で一番おすすめなのはやっぱり5分間集中して 朝行うことなんですねでこれを行うとすごく心が軽くなって、えー、クリーニングされた状態で、えー、自分自身が、あのー、軽くなっていく波動が軽くなっていく高くなっていく状態なので運気、えー、と呼ばれる、えー、いい状態ですね運を運び込んでくるいい状態幸運な体質ですね、えー、現実にもいい出来事がすごく起こりやすくなります。なんでかというとううさっっき言ったように 心が現実を作全て、えー、物事に反映してくるのでその心の状態をすごくいい状態に保つことによって現実がどんどん良くなっていきますなので、えー、運気上昇の体質にしていくためには朝たった5分この、えー、状態この4つの言葉ツールを使って自分の心をきれいに浄化してあげましょう、えー、すごくあなたの毎日が不思議な、あのー、こ,ことが きっとたくさん起きてくるはずですそれでね、えー、こういった不思議なことが起き始めたらどんな些細なことでもいいのでコメント欄の方になどんな変化が起こったのかぜひですね、報告してみてほしいですこんな変化が起こったよ1日でたった1日で起こったよっていう人もいればもしかしたら1週間何も起こらなかったけれども、えー、1週間と1日経ったらこんなことが起き始めたよとか1ヶ月何も起こらなかったけど1ヶ月目と1日目でこんな変化が起きたよとかいろんな報告をしてあげるとあ、 自分の場合はまだその変化が起こる前の段階なんだなって安心できる人たちもたくさんいると思うんですよね。であなたのその声とかあなたのその言葉があなた以外の人たちに癒しだったり安心を与えることがあるので私の場合はこんな変化が起きたよ是非やってみてねっていう、えー、そういったあのポ,ポジティブであの明るい、えー、意見。 前向きな言葉っていうのを、えー、自分以外の方々にもぜひプレゼントしてあげてほしいなと思いますでこういった話がですねすごくいいなと思っていただけた方もですねグッドボタンでピンポンって押していただくと、あのー、この動画がですねもっともっとたくさんの人に届けられることになりますでたくさんの人の心が癒された状態になりますのでそんな心の状態の人たちが増えると、えー、毎日が楽しい状態の人たちが増えますそうすると争いとか、えー、いざこざとかそういうのも少なくなりますし、えー、人に優しい しく接すするる人たちがととても増えると思います世の中に増えると思いますのでぜひそんな人たちを増やすためにもですね、えー、グッドボタン押していただくですとかコメント欄で、えー、そういったいい情報をシェアしていただけるとすごく嬉しいです。でまた、あのー、私のチャンネルはですね望む現実を体験していくために、えー、も,ちろんもしくはあのー、その運気を上げていける状態に なる幸運体質になるためにもですね、日々こういった情報をですねお届けしています。で心が明るくなったり楽しくなったり、今ねあのコロナのあの情報とかでやっぱり沈んだ心の状態の人たちもたくさんいると思うんですよね。でもそういった方々の心も明るくしていったり、元気にしていったり、前向きにしていったり、あとは癒しを起こしていったりすることで、すごく自分の周りの現実がすごく良くなると思いますので、ぜひそんなあのー、話に、えー、触れておきたい、えー、そういうエネルギーに触れておきたいと思います。 れる方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますあとは LINE の方もですね登録しておいていただけると結構これの濃い情報ですねすごくあの元気になれたり前向きになれたり癒しが起こったりとかそういったあのとてもいい情報をですねお届けしていますのでぜひ LINE の方も登録しておいていただけると嬉しいですそこからはですねお得な情報だったりそこでしかあのお伝えしてない情報もありますのでぜひですね、えー 動画特典もありますのでそちらも受け取ってから是非、あのー、毎日をどん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 良くしていってほしいなと思います。はいちょっと長くなってしまいましたが、えー、今日のお話は以上となります。ありがとうございました。 今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンもらえると嬉しいですグッドボタンを押すと同じ悩みで困っている人の役に立ちますこのチャンネルでは望む現実を体験できるよう、えー、考え方や具体的な方法をお話していきますぜひチャンネル登録をしてくださいね概要欄の LINE に登録をすると明日死んでも後悔しないぐらい毎日を素敵に生きるエッセンスが詰まった動画をプレゼントしておりますそれではまた次回の動画でお会いしましょう